待ってたわよ。ようこそセントソルトスノーへ。セントソルトスノー？ええ、こんな夢を。どれほど不可から。さすが、待ってください。あなたはスーサナ。どうして？緊張しな。光の、ごめんね。でもさ、ええ、ああ、確かにこのひょ、あなたたち、どうしてそ、見ればわかるわ、私のよく知っ、そ、じゃあ、そのパ、ですが、スーサナさ、不急な、そうなる、うん、何しろ、はい、せっかくし、準備はいい？じゃあ、私の物語を語り始めるわね。うん。かなり前のことよ。かつてのて、そのチームのめ、その中に、そんな時、仲間たちにチャンス、想定外の出来事が、どうしたの？え？バルキリーって、その後、すごす、この話を、そう。待って。すみません。でも、まあいいわ。雪狼し、しぐれき、本当に、な、何？伝説の、え？あの、待って。この、これからは、ビアンカ。まさか、それで、そのけ、さすがに、黒幕は、まさか、キラ先輩、いえ、なんでも、それ、そうだと思い、じゃあ、扉、高塔の下は見える？あれが、セントソルトスノーの都市部で、通信も交通もすごく発達してるの。仲間がまだこの世界の泡にいるなら、あそこで情報をつかめると思うわ。ほら、危険気をた、うん。そう、さん、もう一人。じゃあ、厳密に言うと。もちろんです、セールさん。そうだね。そんなに縁、それに、調査、つまり、キラ先輩はそのためにこの、どうかしらね。あ、店名を離れたとしても、キラ先輩、心配しないで。うんうん、ご、なんて言え、そう、あれ、天雷のように美しい声を手にするための特殊なアイテムよ。美しい、特殊な、二人とも、何しろこれはアイドルと、とにかく以上が私個人の黒歴史よ。私たちの目標が人を探すことなら、とりあえず街に行って聞き込みをしましょう。ものすご、まずは、ええ。お嬢さんたち。え、よかった。そうだ、少し待った。え、いん、お嬢さん、どうじ。あまりにも、しょ、他の、未確、そう、格子、本当、まあここならもうす、天使はセントソルトスノー、え、変ね、お客、ここが白夜の、でもそのと、一日、一時間もなかったのよ。それさっき、確かに現実せ、そうか、こんな、ね、宇宙、え、私の話、常識か、幸い、こんにちは。けん、そんな残虐な、すみ、もう、何がです、絶命、賢者の、待って、どういうことでしょう。
見当がつきませんね。でもさっきの音は多分、とにかく音の出所を探しましょう。道理でさっきの人は慌てて隠れたのね。この数は多すぎるわ。でも敵を倒すくらいバルキリーにとっては何の問題もありません。ですよね。問題ないよスーサヌさん、はい、悪くないわね。基礎ができてるし、崩壊エネルギーの使い方にも慣れてる。いや本当ですか、よかったです。いやスーサヌさんはずっと戦闘技術を磨いてきたし、努力は必ず報われるって言うよね。デュランダル様も同じことを言ってました。準備はいいですか？リズムに合わせましょう。そうだ、ここは天命の先輩として、この世界の泡で戦う時のコツを教えましょう。ようやく減ったみたい。この世界の泡の暮らしは、あの宿屋の店主が言ってたように安全じゃないのかもしれませんね。でもまるでセール。いえ、私は、はい、もうでもあの怪物、怪我した怪我はつまりそうだ、この線なんとだから、別に僕は思う。それに君たちのはい、そうでは僕はビッ賢者に愛された純潔の街セントソルトスノーへようこそ。友人そしてガイドとして君たちのそばにいよう。